はい、龍馬の音楽研究室。この二人の久しぶりじゃないですか。久しぶり。最近ね、まことしやかに伸びている動画があるんですよ。なんか生意気にもね、ジュヤさん。そうですね、はい、あの全然ジュヤさんが答えてくれなかったそうだ、ね、カメラの向こうにずっとシカトされてラウドサウンドの簡単な作り方みたいなね、結構ノリと勢いで撮りましたよね、あれ。そうだね。そうで、ちゃんとね、こうやってマイキングもしてないし、なんかパッて撮ったんです、カメラのマイクで。そしたら、やっぱカメラのマイクじゃわかんねえなってコメントで言われてしまいましてそらそうだと、ということでちゃんとマイクを拾ってやろうかなっていうところもあるんですけど、まあ、もちろん同じことやってもしょうがないんで、前回はほら、どこにでもある、まあオーバードライブが出せるアンプだったら、まあ大概ラウドはできるぞみたいな話をしたと思うんですけど、じゃあ何のためにハイゲインアンプがあるのかということで、ハイゲインアンプで歪ませたラウドを、まあ作ったラウドサウンドと、この間のようにブースターをぶっ込んで無理くりひねり出したラウドサウンドは一体どのように違うのかということを、ちゃんとマイクで撮りながら、やっていきたいと思います。ちなみに予想です、いいですけど、ジュヤさんは何が違うと思います？何が違う？圧？どういうこと？音圧音圧頭取らないでもらってください。音圧が違うんじゃないかと、うん、ほう、なるほど。それだけですか？迫力？迫力、あ、一緒じゃね。まあ、はい、音圧が違うんじゃないかという予想でございます。皆さん何か予想してますでしょうか、ね、どうやって違うのと、あれハイゲインアップって本当にいらないのかということで、まあやってみようじゃねえかということでございます。早速やりましょうということで、私はギターを忘れましたので、うちのメンバーのゆうたさんのギターを使いたいと思います。アディクトーン ね、はい、ね、アディクトーン、詳しくはあのアディクトーンの動画もね上げてるんで、そっちも見ていただければなと思うんですが、はい、おさらい急に声でかくおさらいです。まあ普通に今リアで、あのトーン全開です。まずはね、クランチサウンドを作ると、いうところでございます。マーシャルとか何でもいいよと、うん、本当に何でもよくて、前回900でやったんですけど、今回 JVM210H ということでございます。はい、ということで、こんな感じ。まあラウドサウンドには程遠いだろうで、はい、ドン。前回あのね、ダイナドライブとかでね、お気に入りのあのね、どうやって手に入れんだよみたいな廃盤のエフェクターを使ってしまったので、ここですね、 T スクリーム。はい、もうね、今回マルチ使ってますけど、 T スクリームなんでしょうね、皆さん。スクリーマーですね、多分 T スクリームということでございますので、表示されてないけど入れてくれない、ああ出てこないか。ここにね、あの音色が今出てるんですけど、これ映んねえな映んねえからいいや。 T スクリームって書いてあるボスのね、MS3 とかで、まあまあまあ大体近い音するんで、何でも大丈夫ですよ、マルチでも何でもね。はい、ということで T スクリームスクリーマーを、ゲインゼロ、レベルフルテン、トーンはまあ各自調整してくれということで、トカンですよ。こんな感じでございます、ね、どうですか、まあ、前回のおさらいですけど、まあいい感じじゃないでしょうかということで、まあね、このまあ なんて言えばいいのかな、生っぽさ残してぶっ込んでいくと、まあということでございます。はい、そしたら、比較なのでね、録音した音も撮ってみたいと思いますけれども、録音した音をまずマーシャルプラス
チューブスクリーム言っちゃったしようかなこれティースクリームね、ティースクリームティースクリームだから、まあ、商標あるからダメだからティースクリームです。はい、フンフンスクリーマーでぶっこんだ音をちょっとレコーディングしてみたいと思いますので、ちょっとサウンドチェックをしてみてください。どうぞ。ということでございます。まあ十分言おうとするんだけど十分言おうとするんだけどもっていうことって、次ね、じゃあハイゲンアンプで、音を作ってみたいと思います。よいしょ。そしてアンプを変えてまいりました。はい、今日使うハイゲンアンプはまあ一応ちょっと見た目違うんですけどね、ここディーゼルのかの有名なハイゲインアンプの U と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。ディーゼルの VH4、 まあ有名なやつですよね。クリーン、クランチ、ディストーション、スーパーディストーションの4チャンネルがついているモンスターアンプでございます。で、これはプリアンプ部分を、抜き出していて、パワー管だけ、あのパワーアンプだけこっちを使っています。なのでこっちの特色もまあ若干加味はされてるんですけど、実際実機の VH4 とこのセッティングで比べてみましたけど、もうほぼほぼ変わらないです、まあ、VH4、 中身は VH4 です。ということで、まあよくラウドバンドなんかね、ディーゼルだったらハーバートだったりとか、まあ、VH4 もそうなんですけど、よく使ってると思うんですけど、じゃあなんでラウドバンドはこういうアンプを使うのかと、いうことでございます。先に解説しておくか。これがチャンネルが、今青、これが VH4 のいわゆる青が3チャンネルを抜き出したもので、赤が4チャンネルを抜き出したもので、まあ赤はね、正直あのリードとかに使うあれなんで歪みすぎちゃうんで、正直こういう使ってる人はいるかもしれないけど、あんまりリフものとかには僕は使わない方がいいんじゃないかなと思っているので、今日は、3チャンネルを使いたいと思います。で、まあ、こっちはまあ正直マスターボリュームとプレゼンスしか聞かないんで、まあ、ちょっとプレゼンスをねキュッと上げてあるんですけれども、まあハイちょっと強めかな。でかなりね、ディーゼルはよくローが出るものなので、まあ、そこを、まあ、ローといってもなんだ、ミッドローって感じかな。ミッドローがすごいドスンとくるので、ミッドでガツンとちょっとカットしてます。で、まあローはね、逆に言うとこう下がってきたその後ろはちょっとこう持ってね、ドカンとい う, こう迫力を出している音作りなんですけども、まあ一応カメラ越しでも聞いてみますか。しますね自分のアンプだけど、まあ、これはシナジーアンプっていう、まあ、ちょっと特殊なものなので、これに関してはまた別の動画で解説しますが、まあ、今日はディーゼルの VH4 だと思ってください。ということで、これもね、もう単純にこれで音作りをしてるだけのもの、録音したのを聞いてみたいと思います。
そんな感じでございます。はい、皆さんどうでしたか。どうでしたか。前のやつの方がな、一粒一粒が大きい感じする。こっちの方がなんか細かいやつがいっぱいいる感じする。ああ、いや、あのねあれですよ、あの目隠し楽器当て外れてる割にはね、あのまとえてるまとえてる回答です。あの、はい、結構物理的な問題になってくるんですけど、あのまずブースターで突っ込む方法、はい、音色としては一瞬同じような音色になるんです。ただここにぶっ込んだものをまとめてギュッと凝縮してこの中であの増幅してるでしょ。そうなるとまあその物理的な絵面と一緒です。音がギュッてちょっとなっちゃってレンジが少し狭まってしまうというのはあるんですよ。このまあカメラで分かるのかな、ってなった時の一番後ろの部分にいるローの部分とかがスパッといなくなってるんですよ。でまあそこはよく聞かないと耳では音程としては取れない部分なんですけど、ライブでバンって体で浴びた時に体が震える部分なんですよ、周波数として、うん、でそこはやっぱりエフェクターで突っ込んでからこっちにぶっ込むことによって少し失われてしまうというところがあるのと、ですね、もう原理的にはエフェクターでぶっ込むとシンプルに音割れをさせているので、どのアンプに突っ込んでもまあいい意味でも悪い意味でもある程度同じような音色になるんです。ちょっと特徴的な歪み方になるんです、その歪みの粒が。でこういうアンプっていうのはそれ用に調整されてる歪みなので、あのキメが細かいんですがちゃんとついてくるの分かりますかね。ででででってしっかり、それがちょっとぐしゃっとなりがちにはなるんですよ。なのでまあ正直なところ言って結構こっちずっとあの一曲通してみたいな、なんか一曲通してこういう曲だったら正直そういうスタイルしかやらないよっていう人にとってはエフェクターでいいかなって感じなんです。でまあ曲中でまあいわゆるラウドロックですよね。そのポップなシーンも出てきて、こういうフルコードを弾く場合は、まあ、正直分離感がなくなってしまうので、まあ、そういうスタイルもやりたいという方にはハイエンアンプをおすすめするところであります。ただハイエンアンプも歪ませすぎるとこのアンプで歪ませすぎた時と同じような現象が起きてしまうので、正直ディーゼルって優秀なんで若干分離するんですけど破綻はしないんだけど、やっぱりちょっと何弾いてるか分かりづらくなってくるので、ハイゲインアンプを使いたいなっていう人はハイゲインアンプなんだけどローゲインでセッティングすることをおすすめします。はい、今回の一番のポイントですねかもしれない。ハイゲインアンプってなってくるとやっぱりいっぱい歪みますよってことなので、みんな歪ませがちなんですよね。結構どこまで歪むかってこれフルテンにするととんでもない歪むんですよ。
わかります、このもう何を弾こうが同じ音っていう、奥行きはなくなってくるんですけど、ここまでできちゃうっていうアンプなんで、結構ねやっぱ最初はこれテンション上がるんですよでやりがちなんですけど、まあそうね、こういうサーっていう音が消えるぐらい下げてもろて、明確にこの音色が分かれるギリギリを攻めてください。ということで、ハイゲインアンプのすすめ、まあ、違いは何かっていうことでございましたが、どうでしたかジュニアさん、勉強になりました用意してきました何が来ようがそれを言うつもりだったみたいな顔しました。いや、そうじゃないけど本当に勉強になりました自分がねちょっとギター弾くときがあれば参考にしたいと思います。はい、次回の動画はヨーマを探すんですまあもう一個アンプが入れられるやつなんですけどね、何入れようかなって迷ってるうちに結局空のまま使っております。シナジーアンプなかなか使ってる人いないんで、もしディーゼルこっちに入れてんだったらもう一個はこれ入れた方がいいんじゃないの君みたいなのがあったら、ね、コメントで教えてください。本当にどれがいいですか。歪みはいりません、先に言っておきます。エングルとか出てるんですけど、ソルダードのねとか、フリードマンの B とか出てるんですけど、歪みはいりません。なんかおすすめをお願いします。オーバードライブぐらいまでがいいかな。自分で探せよ、知ってる人いたら教えてください。はい、なんか教える動画から教えてくださいになっちゃいましたけどこんな感じで皆様も良いラウドロックライフを送っていただければなと思うんですけど、こんな感じでよろしいでしょうか。大丈夫です。はい、それではいい音を作ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。